はい、じゃあ早速ね、対戦の方やっていきます。ちなみにこの試合が勝つと多分マスターボール級に乗るぐらいのところですね。一目はね、結構きつくてどうしよっかな。ただ攻め駒ではマスカーナとミミッキーどっちかは持ってきたい感じかな。メガネサザンだった時に銅単体だとちょっと無理があるけど、まあでも銅で見たい結構多いから銅を持っていくか。で、他は多分バレルで大体見れる。銅バレルって投げて、まあミミッキーに対してラウドモン投げる感じでもいいけどな。まあそうするとサーフゴーと打ち合えなくはないんだよな、全然。ラウドボンいれば。まあ、ラウドボンでテラスキル前提だったら、マスカーネも別にラウドボンで見れるから、そんなにそこは問題じゃないんだけど。ただまあ、バレル投げて、星打って、サーフを出てきて、銅引いて。まあ、バレルの代わりにマスカーネみたいな選出の方がいいかな。そうだったらまあ、ラウドボン割とショットで投げてテラス切れるか切れないかみたいので、相当変わるゲームになるんだけど。受け3で多分いけるんじゃない？サザンのメガネがちょっときついけど、まあそこだけ、ちょっと気合い入れれば。まあでもサザンは多分鋼テラス切るのが強いから、メガネ持つにしても鋼テラスではないと思うんだよね。ヒトムがちょっと辛いかなと。ロトムから来る。まあ、ここはただ僕、ラウドボーンから入ってて、テラス切るのもラウドボーンしかいないから、テラス切って、怠けろ押してもいいけどな。トリックされると面倒だけど、それ考えるとちょっと一回引きたいんだよな。テラス切りたい話は割とあるね。トリックあったらでも引いてないとまずいかな。その後バレルで詰めれる。スカーフトリックされるんだったら全然いいか。テラス切って怠けるかな。トリックだけちょっと嫌なんだけど、まあ、同読みでおばきとか打ってくれるんだったらそもそもそれはもう勝ちで、ボルチェンがまあ一番現実的なラインかなと思うんだけど、こだわってボルチェンして同引きっていうのもちょっとね。アクハー、ああそれちょっとまずいかも。それはちょっと違う意味でまずいかもしらん。ただこれメガネとかじゃないな、火力的に。人目にスカーフ持たせるってあんまりイメージないけど、まあ、直帰かスカーフか、盆の目あたりを持ってるかじゃない。アクハ入れるスペースないと思うけどな、オバヒ、ホーデン、ボルチェン、トリックとかになると思うけど。まあ、とりあえずこれメガネじゃないことは確定したから、で一応テラス切れてるから、ミミッキとか即やばい起きないから、まあ、同引きでいいかな、これで。で、バヒも別に大丈夫で、まあ、放電だと思うけどね、ここは。あ、オッケーオッケー。どう投げれたのでかくて。ステロ巻きたいかな、早いうちに。そうだね。ステロ巻いとくのが多分強くて、引いた。ロトムはとりあえず銅で余裕ってことが分かったから。ステロ巻く。ラウドボーン削られてるからな。ここはバレル投げれないとちょっときついから。マスカーニャはそんなに気にしなくていいかな。バレルでもラウドボーンでもどっちでも多分勝てるから。で、ここは絶対引くことになるから次でステロ入るんですよ。変幻の方ね。うわぁ、結構効くな。玉マスカーニャ。それは強くて当然だね。ここ、報酬打ちたいけど、サーフ号出てきて、銅を引いて。まあ、それでも悪くはないか、そんなに。逆にここ、殴ったところでみたいな感じはあるよね。ああ、でも、マスカーニの草テラスとか、こっから出てくること考えると、一回合成か。危ねえ報酬打っていいやろって思ってたけど、危なかったね。受けサイクルを使うときはね、こういう危険察知能力みたいのがね、非常に重要になってくるので。これで相手テラスタル無駄打ちになったな、ほとんど。
ッケー。で、マスカイリア、こうするとね、イカ様がクソ入るんですよ。それでいいかな、僕は。攻め筋は。イカ様押してっていいかな。そうだね、イカ様はね、ここは。引いた。まあ、ならここ星だったんだけど。いや、むしろ今のとこ星打つべきだったら、まあでもロトムはね、いいんですよ。ステロが結構入るから、イカ様と合わせて削っていけると思ってて。あ、オッケーオッケー。これで同引きかな。で、オバヒ打ち始めたら、銅をそれなりにシュットミント確保してから、ラウドボーンに引きます。で、ラウドボーンの起点になると。まあ当然オバヒだよね、ここは。結構痛えな。で、これですぐ引っ込んでくれるんだったらね、別に僕全然いいんだよな。ダメージが150ぐらいまでいってたから、90ぐらい入るでしょ。回復しとかないと多分、2体はしないから。3体はしないから、ここ回復しなきゃいけないけど。まあでもサザンとかは見てから、あれでいいか。ヘイラッシュは多分いないね。ヘイラッシュの地割れがここから一番やばいんだけど。その辺は。ここマスカイナ出てくるんだったらもうないけどな。崩されるルートが多分。で、僕攻め駒いないからあくび打ってもしょうがなくて。攻め駒いるんだったらね、あくび打ってマスカーニャを絶対自分のマスカーニャとかミミッキュー倒せるようにしちゃうっていうのがあるんだけど。釣りに来た。ただ釣り交換はステルスロックで咎められます。あ、ここミミッキュか。へぇ。あとそしたら、ミミッキュに負けないように割と前のめりに動いた方がいいから。でマスカーニャは、はたきがもう全然ダメージ出なかったから、僕のラウドボーンもね、テラス切ってるんで。ここ多分シンプルに殴る方がいいんだよな。イカ様をしたいけど。化けの皮はまあ割らないと話になんないか、一回。身代わり持ってるやつ。なおのことこれ星押せないね。僕がここでさ、いきなり星を打つ人間だと思ったか？そんなさ、危なっかしいプレイングするわけないでしょ。ちなみに、身代わり残されてもラウドボーンのフレアソングで倒せるのはあるんだけど、化けの皮は先に割っとかないと話になんないから。呪ってきた。それはいいっすね。はいはいはい。オッケーオッケー、化けの皮割れたのめっちゃでかい。ここラウドボーン投げていいかな。ここで、そうね、相手が身代わり打ってきても。何やってきてもラウドボーンでいいから。ここ痛み分けはね、方針がちょっとやばいから、一回は身代わり置きたいはずなんですよ。そこをラウドボーンで詰めていくと。痛み分け押してくる。それはちなみに結構嫌だね。ね。身代わりでも押せないっしょ。鬼火通したくね。さすがにまずいか。フラソング打っちゃう手もあるけどな、全然。フラソング打っていくか。呪い、オッケーオッケー。ミミッキュとこれで1-1取れるなら、マスカーニャはバレルで見れるから。全然いい全然いい全然いい。さすがにここのフレアソングはちょっと大変くない？このテラスだよこっち。オッケー。オッケー。さすがに勝ったな。で、これでヒトムは、銅引いて、マスカーニャはバレル引いてて勝ちだから。そんな感じでいけるんじゃないですかね。負け筋もないと思うけど。いや、結構ね、マスボ級に上げるのに苦労しましたよ、僕も。普通に、あれだわ、僕が、まあ、環境が固まってないから、こう、いろいろわかんないものが飛んでくるっていうのはもちろんあるんだけど、単純に僕が、あれはね、下手になってる話はあったね。ステロ入る。TOD になること考えると残した方がいいか。
まあ、まだ試合時間8分ぐらいだから TOD もクソもないんだけど、あ、釣り交換はね全然いいっすね。ステロのおかげで、あと2回出て、あと1回しか出せないんだよ、あと1回しか引けないんだよ君、事実上。僕はいくらでもここからやりようがあるけど、でこれだったら銅であくび打ってって寝たところにラウドボーン行ってフレアソング打てば勝ちかな。まあまあどうやっても勝ちだと思うけど。オバヒー、それはねメガネじゃないと押せないんすわ。で銅でオバヒーを食らいまくってからラウドボーンに引けば回復でき、あーじゃあ待って待って、ラウドボーンも天然だったわ、忘れてた。ここは再生でいいね。オバヒ連打しかなくなってくるけど、再生でヒットポイントの余裕を持たせてから、まあ、あくびしていけばいいかな。どうね、ちょっと貯水で使いたい話もあるんだけどね、ロトム、全部のロトムに安定するようになるから貯水にしたいんだよな、できれば。あくび早めに打った方がいいか。あ、OK。これで多分、マスターボール級の男になったね。もうなんか、多分1万人ぐらいはもうマスターボール級乗ってんだよな。僕めちゃくちゃ遅い方だわ。普通に、何千回って途中で眠くなっちゃってさ、寝ちゃったりしてたからさ、枠でもマスターボール級までやりたいですって言って、それスーパーボール級で終わるとか全然やってたからね。え？はい、じゃあそのままね。なぜか、マスボ級に乗らなかったので、なんか、さっきのさ、連勝ボーナス的に、連勝してるんだけど、連勝ボーナス的にマスボ級乗るかなと思ったら、なんか連勝ボーナスなかったわ。ふざけんな、マジで。これはね、めちゃくちゃ、銅バレルって投げたくて、まあ、その場合、オノノクスが死ぬほどやばいんだよな。天然貫通だから、オノノクスはちょっと考えてないんだけど、どうすんだ。で、あと、モスノーも割とまずくて、モスノーは出てこないんじゃない、さすがに。モスノーないと思ってるけどね。ラマ、ラウドボーンで鬼火入れれば。でもノックス、ラム持ちそう。ラム持ってそう。ラムめちゃくちゃ持ってそうだな。ね。いや、まあ、巨獣あたりはいいから、マスカーニャをとにかく投げるか。バレルから入って、即まずいやつ。いや、モスノーにはマジで勝てねえ。まあ、どう投げ、モスドは諦めよう。さすがに勝てないわ。ラウドボーンまで投げなきゃいけないけど、ラウドボーン投げる余裕はちょっとないかな。いや、ラウドボーン割とありか。全然ありっちゃありだな。いやー、ミミズしか役割対象いないわ。これで。もう勝ち方が頑張るしかないんだけど、モスドやめろ。サーフ号君の方にもよるんだが。まあでもね、バレルとサーフゴ対面しちゃうと、めちゃくちゃまずいから、バレル、サーフゴいる相手にバレル投げるんだったら、どうも投げなきゃいけないっていう、制約と制約があるんだけど、その代わりバレルがめちゃくちゃ強いからね。銅引いて、トリックとかあと楽だけど、匠。これ、テラスタイプによっては、めちゃくちゃめんどくさい話があるんだけど、また匠に投げれたのでかいからステロ巻きたいな。ステロ巻きに行ってどうすんだろうな。だ、僕ステロ巻けると、てかイルカマは相手選出しないでしょ。でモスノを考えるとステロ巻いておきたいんだよな。オッケー、引きでかい。ここモスノだけやめて。それはちょっと無理だから。巨人オン、巨人王はね、僕ね、本当に対戦中、ランクマッチの対戦中、ずっとね、苦しんできたんだけど、こいつはね、なんとかできる方法を見つけました。バレルに巨人王投げられまくってきつかったんだけど、巨人王に今度僕バレル投げるからね。巨人王倒せるようになったから。倒せはしないんだけど、僕が有利にゲームを進められるようになったので、ね、塩漬け。あ、見ての通りこれが厄介なんですけど、あのね、これをマジで僕克服したからね。塩漬け巨人音、なんとね、これで押せるんですよ。
どうすんだろうね。あー、待った。ちょ、それは違うって。それは違うって。ちょっと、それは、さ、おかしいじゃん、やってること。地割れはもう飛行テラス切ったろうかな。混乱して、地割れ一発やってんだから混乱しても文句言えないと思うけどな。はあ、一旦押せよ。一旦押せよ。